そうだよ、それぐらいまで、そうだよ、そうだよ、そうだよ、それで回しとる、これが痛い、それがね、こうやね、はい、こっちだね、両方で見たい、両方で見たい、はい、でちょっとこっち軽いんですけど、後からなってきたら今こっちの方が痛いんですけど、ね、はい、わかりました。向こう蹴ったで、蹴った犬に抑えて、自分に抑えて蹴ってください、はい、はい、そんなにやらなくてもいいから、はい、普通、ごく普通にやる、はい、はい、もうちょっと、はい、どんどんそうそうそう、指先蹴ってくださいね、はい、はい、もう一回、はい、あと2往復ね、蹴ってくださいね、はい、そうそうです、そうです、すごい力入ってるでしょ、どうぞ、はい、もう一周、はい、はい、今すごいドスンドスン言ってます、ちょっとだけドスンドスン言わさないように、言わさないように、はい、はい、指先だけ力入れてね、あと一周だけ、はい、すいません、そう、それです、それです、そうです、はい、今までこんな歩き方したことないですね、全然ないですね、意識してないですよね、はい、腕を動かしてください、どうですか今先ほどからえ、あんまり痛くないですね、ちょっと変わったでしょ、ね、今4往復したんですよね、4往復が西が80歩、たった80歩は1分以内ですか、はい、それでこれぐらい変わるんです、これ延々と続けていったらもっともっと変わるんです、うん、あ、そうですか、ね、だから基本的な歩き方の部分変えていかない、あ、なるほどね、ちょっと痛みも変わってるでしょ、そうですね、こう来はった時からやったら、これ乗ってからやったら、ね、またもこれで変わった、上がったし、で今歩いてまた動きが良くなったでしょ、はい、そうですね、股関節がね、この股関節が硬くなったらそっちの股関節、肩の関節も硬くなる、ですか、ね、だから今こっちの関節が柔らかくなってきたんです、歩いて上手に歩けたから、あ、そうです、だからそこ動きが良くなる、前マサイのおばさんに股関節が弱いから歩けないって言われたことあったんですよね、歩きなさい、普通はそういうんだよ、弱いから歩き方がおかしいから股関節がおかしい、まあそういう、ああ、勉強がやってるんですか、そう、だから歩いたら歩きがおかしくなるから歩きなさい、背が割れますから、そうですか、でもこの歩き方覚えてくれはったら股関節は痛まないから歩いてくれはったらいいです、あ、そうですか、だから毎朝30分ぐらい歩きはるんでしょ、はい、それやったら特にそれこれ意識したら、ね、はい、ちょっと今から教えますね。